皆さんこんにちは、るりこです。さあ、ただいま宮城県の鳥の海パーキングエリアというところにおります。で、今日はですね、神奈川県から今5時間ぐらいかけて宮城県にブーンと走ってきました。なんとこれから北海道行きのフェリーに乗ります。いつもなら茨城から乗るんですけど、今日は仙台から太平洋フェリーに乗って苫小牧に行こうと思ってます。はやぶささん、再びフル積載です。じゃーん、石巻、仙台。フェリーが7時半ぐらいなんですよ。なんで朝早く来て仙台、宮城観光してこうかなと思ってたんですけど、どうもね、雨だったので今回は諦めて直で仙台に行きます。本当は石巻も行きたかったよ。はい、では今4時ぐらいなんですけど、これからまた仙台市内に入っていくので、せっかくなんでご飯を食べてからフェリーに乗りたいと思います。いやー、なんか前回宮城来た時って結構遠いイメージだったんですけど、50本で来れちゃうんだと思うと宮城も近いですね。いやー、荷物あるとやっぱ重たいね。しばらく荷物生活に慣れてさ、その後何も乗ってないハヤブサに乗った時の軽さったらびっくりでしたよ。軽って、よいしょ、筋トレだね。よし、女性。わあ、めっちゃいい天気だ。来るときずっとカッパ着てたんですよ。いや、嬉しいな、また宮城来れて。私このためにお昼ご飯も抜いてきたんですよ。まあ、っていうのはご飯食べると眠くなっちゃうんです。本当に私寝ちゃうので、バイク乗っててもかなり危ないので、お昼ご飯食べるの我慢して、で現地で美味しい牛タン食べようって、あ、言っちゃった。そう、牛タン食べに行くんです。やばい、虹すごいすごいすごい、めっちゃ綺麗な虹。え、すごくない、全部こうなってる。え、しかもダブルだ。あ、超綺麗、やばい。あー、あれすごい、めっちゃ綺麗な虹。わー、すごい、最高だぜ。雨降ってんだよね今。わー、すごいすごいすごい、こんな綺麗な虹初めて見たかもしれない。仙台に降り立ってきました。牛タン、牛タン、牛タン。今から行く牛タン屋さんは仙台に詳しいお友達がね、教えてくれた場所です。来たー、牛タン、牛タン、牛タン。よいしょ、よし、着いたー。え、準備中、5時、5時からだ。あ、じゃあ大丈夫だね、よかった、合わせた、ちょうどよかった。じゃあ、ただいま仙台のフェリーターミナルに向かっています。まぶしい。まあ、そもそもね、なんで仙台から乗って、なんで茨城じゃないのっていうと、純粋に高いからです。ちょうどね、今お盆の時期終わった後なんですけど、めっちゃ高くて、
仙台から乗るのと倍以上金額がかかるんですよ。だから仙台からだったら3万円弱なんですけど、大洗から乗ると7万円弱ぐらいかかったんですよ。高い高いと思って、じゃあ仙台自走で行って牛タン食べて乗った方がいいじゃんと思ってこっちまで来ました。美味しい牛タン食べれて満足です。私が乗るのはあれだね、多分かっこいい。よわおー、いやー、何回乗ってもフェリーってワクワクするね。私今から北海道行くのか、全然実感湧かないんだよな。ありがとうございます。よし、乗船完了。階段をひたすら登って客室の方に向かってます。暑い、ありがとうございます。涼しい。今回は女性用の客室にしました。すごい、ちょっと探検中です。なんか青いネオンがデッキはどこにあるんだろう。はい、外のデッキです。綺麗、いいね。こんな感じです。わあ、なんか自分が今仙台にいるって信じられないんだけどなんか自分ちょっとね、この北海道予定までに仕事詰め込みすぎてバタバタで本当に実感がない。なんならまだ仕事残ってるから今日はフェリーの中でひたすら仕事します。旅すんのか。じゃあ困らないうちにお風呂入ってこようかな。Or just because I love my life with you.